じゃあ、あの手前にいる子にしよう。わかったわ。ちょっとすみません。何ですか？私、急いでるんですけど。ちょっとだけだから話聞かせてよ。殺された山内先生のことについて聞きたいんだけど。殺されて当然だわ。悪いイメージしかないから。いなくなって喜んでる子はいっぱいいるんじゃないのかな。じゃあ、あの二人組に話を聞いてみるか。わかったわ。じゃあ、早速行くわよ。ねえ、ちょっといいかな。殺された山内先生のことを聞いてるんだけど。ん？どうかしたの？ちょうど今そのことを話してたからびっくりしちゃってね。先生について何か聞いたことない？やっぱりみんなに嫌われてるってことくらいかなね。うん、特に水泳部のみんなはかなり嫌ってるって話を聞いたことあるけど。水泳部？あんな人に頻繁に会ってたら、そりゃ顔も見たくなくなるのは当然だよ。ね。うん、当たり前当たり前。あ、会ってるって言えば、最近あゆが学校サボって彼氏と会ってるんだってよ。え、マジで？それって超まずくない？ね。それでさ、この前親にバレちゃったらしくて。それって超最悪じゃんね。どうもありがとう。じゃあまた協力してね。犯人分かったら教えてね。分かったわ。ふう、疲れる。人種が違うな、ありゃ。そうだね。
おい、立花。あ、先生。臨時休校だというのに、こんな時間まで何をしてるんだ。決まってるじゃないですか。事件の調査ですよ、調査。この事件を解明して、スクープを取るんです。スクープはいいが、ほどほどにな。犯人はまだ捕まっていないんだ。くれぐれも危険なことに首を突っ込むんじゃないぞ。大丈夫ですよ。私の危機は全てこの助手が代わりに引き受けることになってますから。そんな約束した覚えないよ。僕は桃井恵と言います。新学期からこの学校へ転入することになっているんですけど。なるほど、そうだったのか。道理で立花と一緒にいるにしては見覚えがないと思った。恵君、こちらは野々村先生。1年の時の担任だったの。この学校では一番物分かりがいいと評判の先生よ。ほら立花、変な持ち上げ方をするな。文句を言うな。決まりだから仕方ないだろう。クラス発表は始業式の当日。休校が明けてからだから3日後か。同じクラスになれるといいわね、メグル君。僕はできれば遠慮したいよ。しかし、転校生が来るなんて先生は聞いてなかったな。え、そうなんですか。ああ、まあ教師の定例学年会も中止になったし、まだ私のところまで情報が降りてきていないだけだろう。何せ、今教師陣も大混乱だ。事件の内容が内容だったからな。警察の事情聴取は入るし、桃井君だったかな。今はこんな状況だから臨時休校になっているが、学校が始まったらまず職員室に来なさい。私を探してくれるといい。それまでに学年主任からちゃんと話を聞いておくから。ありがとうございます。いやいや、礼を言われるようなことじゃないよ。ところで先生、山内先生のことで何か気づいたことはありませんか。おいおい、勘弁してくれよ。もう散々警察にも聞かれたんだ。そこをなんとか。警察にも同じように答えたんだが、山内先生とはどうも反りが合わなくてね。私もめったに聞かなかったんだ。だから本当に何も知らんよ。そうですか。まあ確かに先生が山内先生と喋ってるとこなんて見たことないですね。そういうことだ。じゃあ先生は行くぞ。お前たちも遅くならうちに帰れよ。
事して、みんながすっきりとした気持ちになれるというのね。そのためにも僕らが調査してさっさと事件を解決するんだろう。めぐるくん、言っとくけど、私が事件を捜査してるのは新聞部創設のため。部員である君もそれを忘れちゃダメよ。いいこと分かってるよ。じゃあ早速部室へ戻って明日の作戦会議、今までの情報を整理するわよ。めぐるくんも大変な時に転入してきたもんよね。山内先生と普段から接していたわけだし、何か事件に関係あるかもしれない。どうぞ決まれば早速明日水泳部へ行くわよ。これで事件解決に向けて一歩前進ってわけね。この学校って変わってるでしょ。そうだね、確かに変わってる。夏、教室にクワガタが迷い込んでくる学校なんてこの辺じゃ他にないでしょうね。あそこよ、プール。
随分立派な施設だな。